2010年シンガポールユースオリンピックは2010年8月14日から8月26日までシンガポールで行われたユースオリンピックの第1回大会である。2007年7月6日にグアテマラシティでの国際オリンピック委員会総会においてジャック・ロゲ会長が青少年にもオリンピックを体験させようと提案し IOC 委員からも了承された。 開催都市は既存施設で開催されなければならないという条件で2007年8月31日までに当初9都市が立候補し11月19日にはその中からさらに5都市に絞り込まれた評価委員会の候補地訪問も予定されていたが準備期間の短縮も考慮されテレビ会議による審査が行われたその後2008年1月にはシンガポール モスクワの2都市に絞り込まれ、2008年2月の IOC 委員の郵送による投票の結果、シンガポールに決定した。コライオンのリオとマーライオンのマーリー。リオが男の子、マーリーが女の子として描かれている。ありがとうございます。